鈴木さんはどこで俺が一番だと思い始めました？生まれた時からかな。生まれた時から生まれる前からかもしれない。生まれる前からかも。皆さんこんにちは。こんにちは。鈴木孝之です、今日はですねゲストをお迎えしております。この方です。野球メディアフルカウントのチーフエディターで、私が現役当時からお世話になっている、奈良崎さんにお越しいただきました。イエーイ。はじめまして。あ、はじめまして。はじめましてというか、まあもう20年ぐらいお付き合いしてると思うんですけど、ね、前回のマック君、はじめましてを書いたので、ね、あ、そうだね。まあ、YouTube では初めてということで、はい、よろしくお願いします。まあ、今日はね、何をするかというと、奈良崎さんは学生のね侍ジャパンとかずっとこう取材してきてましたよね。そうですね、はい、はい、もう情報量たくさんあると。もう一人ちょっとあるぐらいです。いやー、でもだってすごいでしょうね、フルカウントってね。いやいやいや、その情報量、まあそれもねちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、まあ、その時の代表選手だったっていうのが、今でいうとこうプロ野球に入ってきたりとか活躍してたりとかするので、はい、まあ、過去に取材した中ですごいなって思った選手を紹介してもらいたいんですが、はい、ちょうどあのプロ野球にドラフトでかかったばっかりとかの世代を、うん、高校時代ちょうど今タイムリーな時期が、そうですね、高校時代大学時代とか取材してたんで、毎年ドラフト会議の時期が楽しみなんですよ。まあ今日はですねたくさんいると思うんですけど、はい、セリーグの中で、セリーグ今回はセリーグの中で、はい、取材してもらった中でベスト3を上げていただきたいなと。わかりました。自分が取材した侍ジャパンの大会でメンバーに選ばれてたこの中から厳選させていただいて、本当、うん、はい、5人とか6人だったりぐらい出せるぐらいだったんですけど、うん、ちょっと3人、自分がジャパンを取材した中で見た中で第3位、ヤクルトに今いる、うん、履正社高校からヤクルトに入った寺島成樹君。成樹君って言っちゃダメですね、もうプロ野球選手だったね。結構ね、もう何年目だよ。もう彼はこれで5年目か。一軍でも最近放ってるね。去年、プロ初勝利挙げました、ね、ヤクルトの背番号18番ですね。2016年の、U18 で選ばれてるので、その年のドラフト1位ですね。その出会った時って、U18 から出会ったの、はい、自分が出会った時は、その1年前ですね。1年前、高校2年生の時に取材しました。で、彼が、高校1年生の時からもう夏の大会投げてたんですよ、うん、でその2個上の代は履正社高校が先発準備の時にも投げてるようなピッチャーがすごいピッチャーというかいたのに、うんうん、大事な試合を任せられてたんですよ。1年生の時からすごいピッチャーがいるって聞いてたので、高校2年生の時に寺島投手と、うん、2人きりで、はい、初めて会った時印象っていうのはどうだったんですか？いやもうね、明るくまっすぐなんですけど、言葉の節々に負けん気の強さをすごく感じて、うん、あ、この子すごいなっていうのをすごく印象に残ってるんですよね。でやっぱり練習とかも先頭切ってやってますし、意志が強くて、その時ってやっぱり大阪桐蔭がライバルですごく強くて、ずっと大阪桐蔭がライバル で甲子園に出るチャンスがもうラストチャンスだったんですね、3年夏が。で僕絶対来年甲子園行きたいんですよっていうような意志もすごい感じて、ブルペンからもうここから離れた瞬間にもうまっすぐに150キロ近いするとかバーン行く感じで、いや何そのもうそんなにすごかったの？もうすごくて、高校2年生のもうあの時は秋かな冬かな分かんないですけど、それぐらいすごくて、いやこのピッチャー追いかけたら面白いなって思ったんで、ずっとその翌年とかもずっと取材をさせてもらって、うん、念願の甲子園にも出れて、1個下には今ロッテで活躍している安田君、安田選手が2年生でサードで呼ばれてますね。へえ、でいてすごいなそれ、うん、でもうエース寺島、うん、サード安田 でその時はその時夏の甲子園に負けた相手が常総学院なんですけど、その時の常総学院のレースが今年ロッテ1位に入った鈴木翔太投手だったりとか、まあ、安田君と鈴木君が同じチームになったりとかしてると面白いと思うんですけど、ちょっと合わせてもらったんですよ、その鈴木君とね。あ、そうなんですか。へえ、入れるとねお話しながら、まあ、今の子供たち考え方しっかりしてるもんね。知ってますよね、うん、非常に論理的にも話すしね、はい、寺島君のどういうところを見てこう、あ、こいつすごいなと思ったんですか？記者の目ってどういう目で見るの？こう選手目線とかあるじゃない、はい、こう、まあ、スカウトの目線の記者ってどういうところを中心に見るの？その考え方なんですけど、うん、なんてうまく言ったらいいのかな、あのプロ野球選手って多分鈴木さんもよく見てると思うんですけど、とにかく、まあ、負けん気の強さとか、うん、あの
表には優しい言葉出してるけど真の強さってあるじゃないですか。人の話を聞かないとかね。いやそういうことじゃないですけど、それでよあの、まあ、鈴木さんもそうだと思うんですけど、人の言うこと聞かないとかね。我が道を行くとかね。そうブレないし、ブレないとかね。ぶっ通しあるじゃないですか。体重バリのぶっ通しあるじゃないですか。ああいうのがなんか見え隠れする瞬間あるんですよ。いくら取材用にいい子ちゃんで喋ってても、うん、絶対俺は人より負けねえんだみたいな瞬間が見える時があるんですよ。一瞬のその表情、はい、表情とか言葉の節々とかであって、うん、あるので、それを 見つけられた瞬間に、うん、あこの子すごいなって思うことがあるんですよ、ね、だから、ね、わざと言ったりとかするとすごくあの優等生みたいな発言してる子がいたとしたら、うん、もう取材終わった後にこれオフレコだから言うけど、うん、本音はこれこれこうでしょって言うと、うん、はいそうですで分かる時があって本当は島君もそういうのがすごくの垣間見た瞬間があったっていう、はい、感じたので、うん、この子すごいなって思って見てて侍に選ばれて、うん、その時の侍ってすごいんですよね。もうほぼピッチャー9割プロ結構最初だけで行ったんですよ。多分メンバー選ばれて俺の成功率は高いね。こういう成功率は 8.2 8.29 より、ね、高いですねぐらい行って、でその時の左の主戦が寺島屋投手で右の主戦が西武の今井達也投手だったんで、もう大事な試合はどちらかというと初戦はあの寺島投手が任されてるんですね。で決勝戦が今井投手みたいな、やっぱりその大舞台というか、はい、そういうこう勝ちに行かなきゃいけないというゲームを締める役割のピッチャーでもあったわけでしょ。そうですね。だからそういった意味で中心選手です、はい、中心選手ですね。もう高校時代と今こうね、はい、プロ野球で活躍してる、はい、寺島君を見て、はい、どこがどう変化したっていうのはなんかその時代を追って、うん、取材をしてみて感じることある。感じることは成績を見てしまうと、うん、本来の彼の伸び悩んでる部分は、ね、部分があるのかなと思っていて、うん、一つ顔を向ければガッてなると思うので、それが去年のプロ一緒だったのかなってちょっと自分の中では信じてるので、うん、今年、どんな活躍というかどんなあのまあ勝負の年だと思うので、うん、あの荒々しさというかすごく魅力的なあの荒々しいピッチングが戻ってくると、もちろんやっぱりプロの壁ってあるじゃないですか。まあそれはね、鈴木さんもよく盗塁の話でよく例えられることもあったと思うんですけど、うん、寺島君なんかはものすごくもう全国の高いレベルでやってきたわけでしょ、うん、まあ、それがやっぱ頂点でやってきて、はい、プロに入って見たことがないまた世界に入ってきたわけじゃない、はい、そういった壁は必ずね誰しもがあるわけだし、はい、なんか殻をね破ってもらったら、そうなんですよ。なので今年チャンスだと思うんで、うん、まあ、期待値も現れだからね、はい、18番なんていうのね、はい、期待したい選手でもある。でも高校時代のあの印象は忘れられないですね。寺島さんが3位と。寺島さん3位ですね。1位したいぐらいですけど3位ですね。うん、じゃあ本当2人がいるわけね。はい、じゃあ次セリーグ第2位。セリーグの第2位は、はい、広島に入った森下君。おお、はい。は2019年の彼が大学4年生の時の大学ジャパンの日米野球。うんだったんですけど、うん、もうアメリカのバッターをほぼもうねじ伏せてた。力とカーブで。あのカーブもいいけど、最近になってシュート覚えたんだよね。でその時のアメリカのメンバーも去年のメジャーのドラフトでガンガンかかってるんですよ。その相手を牛耳ってたわ。要はあの時も自分を見てたんですけど、うん、ああここに10億円プレイヤーがいっぱいいるんだろうなと思いながら見た相手がもうキリッキリマイですよ。あのすごかったですよ。もう初戦の先発が森下投手、うん、2戦目が1学年下の早稲田大学早川投手、楽天のね、森下早川でねじ伏せちゃったっていう。本当はここにあの森下投手早川投手の先発の軸に加えてそのリリーフ陣もすごくて、森下早川がまず5回6回を抑えるじゃないですか、うん、そうすると7回以降出てくるピッチャーが順番ちょっとバラバラなんですけど、ヤクルトに入って吉田大輝投手、巨人に入った山崎伊織投手が出てきます、うん、ちょっと覚えておいてほしいんですけど、今年の多分ドラフト会議の大注目になるんですよ。その時の2年生だった、佐藤投手という筑波大学のピッチャーが出てきて、うん、で最後抑えたのが伊藤大海投手ですね。日本ハム1になりました。この大会のピッチャーあのみんなプロかプロ中です。森下君は、その、楢崎さんから見て、何が人より違うんですか？侍ジャパンの中でも、もう一個飛び抜けてるわけじゃない。はい、そうですね。うん、顔？顔？いや、確かに顔はいい。で、しかもなんか茶髪になってた。かっこいいっすね。あれ、笑いぐるみたいですよね。うん、顔？
でも本当にその技術的な部分でいうと、うん、もちろんみんな持ってるんですけど抜けてるなと思ったらやっぱ物おじしないところですかね。あんなアメリカのあんな強打者に対してもインコースも行くし、うん、確か僕それは取材してないですけど高校3年生の大分商業にいた時もジャパン選ばれてるんですよ、うん、はい、で出てるのでやっぱり大舞台に強いなっていう印象もあったのが一つと、やっぱり明治大学で4年間やっぱりその明治大学で鍛え上げられたっていうメンタル力もあるのかな、やっぱりね、大学になるとね。森下投手がもう先輩として尊敬していたのが中日に入った柳投手なんですよね。で柳投手のことをやっぱ背中でずっと見てて、明治のエースはこうなっていかなきゃいけないんだっていうような思いをずっと持ってやっていたので、それと背中も見ながらやってたのも大きいんじゃないかなっていう。エースの自覚みたいなのがあるわけでしょ、あったわけでしょ、はい、それがまあ広島に行っても堂々と出して、はい、でその後を系譜につないでるのがこれ5位まであったら入れたかったんですけど、うん、横浜 DeNA に入った入江投手なんですよ。入江投手がこの後森下さんの後を投手の後をエースとして、入江投手が明治大学のピッチャーとして活躍してる。で入江投手はもう何がすごいかというと、あのその4年前のさっき寺島さん、寺島投手の名前出しましたけど、あの時の U18 のメンバーでバッターなんですよ、うん、バッターで選ばれてるんですよ、うんうん、ピッチャーは今井達也投手がいたので、うん、もう今井投手がエースで入江選手はバッターだったんです。それで U18 からまた同じ世代で直接プロには行かなくて高校からは大学行ってプロになってるんで、うん、そういったところでまた交差点があったりとか、取材してたら面白くてしょうがない。いやいや、どんもうだってもう全部ほぼねプロ野球選手になってるかプロ注目選手なわけでしょ。でもこうなんていうのかな、まあ、プロ野球選手になれる人となれない人の差というか、記者から見てね、長崎さんから見て、はいはい、その考え方もそうだし練習への取り組み方もそうだし、うん、そのリーダーシップとか自覚とか、うん、まあ、責任とか、うん、いろんなこう持ってるものあるじゃないですか、はいはい、それってみんな共通してあるものって多分侍ジャパンの中にあると思うんだよね、うん、共通してるもの、うん、何でしょうね、まあ、絶対に持ってるものは、うん、俺はプロになるんだっていう気持ちですよね。これはまあ最低限みんな持ってますよね。であともう一個は俺が一番と思ってますね。やっぱりそうだよね。やっぱそうですよね、うん、俺が一番だってあいつらすげえけど俺が一番だってやっぱり思ってます。で俺なんかすごく思うのが、うん、多分一流の人とかってやっぱ自分を信じる力があるよね、うん、そうなれない選手たちってどっかでなんか自分を疑うっていうか、うん、自分を信じられなくてなんか自信を持って堂々とできなくなっているような感じがして、やっぱり俺がのなんだよね、根本にあるものね。鈴木さんはどこで俺が一番だって思い始めました？生まれた時からかな。生まれた時から生まれる前からかもしれない。生まれる前からかもしれない。それはなかった。一番というのはなかった。足とかでもですか？うん、でも絶対負けないっていうのだけだった。でそこにライバルとして上の人が来たとしても、うん、いつか抜かされると思います。あ、なるほど。そういう負けん気の強さはあったけど、うんうん、一番で入れるかどうかっていう自信ではなくて、うん、来ても絶対勝つっていうか、うん、自信というか自分自身が、うん、なるほど、うん、ただこの世代のメンバーで、うん、もちろん俺が一番だって思ってなくてもプロになってるメンバーもやっぱりいるんですよね、うん、すごい気の優しい子とかでもやっぱりいるんですけど、ね、やっぱり入ってからですよね。じゃあね、2位は森下投手ということで、2位森下投手ですね、はい、森下投手のさらに上を行く選手が楢崎愛にはあると、ちょっと印象残ってるプレーがあったので、うん、セリーグのね、セリーグ第1位、はい、教えてください、はい、横浜 DeNA ベイスターズに入りました、うん、森啓太選手、桐蔭の桐蔭学園横浜 U18-2019 年の監督で、うん、佐々木朗希投手と奥川投手と一緒にいた時の一番番ですね。去年もね、初ヒット打って、初ヒット打って坂本君のね、おめでとうみたいな言われて、なんかニコってしたのかわいい顔ありましたけど、足もあるしね、はい、守備力もあるし、はい、彼ですね、何が衝撃的だったんですか？一番衝撃だったのが、1位なわけでしょ、あの代のメンバーって、すごくショートのいい選手が集まったんですね、森選手もショートだったんですけど、うん、ショートの選手が集まったんですけど、彼はもうセンス買われて、1番センター固定だったんですよ。
本職ショートなんですけど、お前はセンターやれって言われて、もうセンターやったんですね。ということはもう運動神経が、もう運動神経が抜群ってことですね。抜群で、もう木のバッタルもカンカン打ってて、うん、もうセンスの塊ですよね、うん、いやすごい選手だなと思って、足も速いし、守備も上手いし、バッティングも良くて、うん、で、顔もまたいいんですよね、うん、良くていいね。まあ、ここまでだったら、まあ普通のプロ野球選手、そうだね、じゃあ普通って言ったら失礼ですけど、まあ、すごいけど、すごいですよね、まあ、1位に押した理由がまだ分からない、はい、これはちょっと、すごい印象的なプレーがあったんですけど、うん、日韓戦、うん、たまたま、これ本当に偶然なんですけど、ずっと連続出塁をしてたんですよ、森選手が、その前の試合から。で、この打席で、塁に出たら、まあ、結構節目の数字、8かな、10かな、連続出塁だったんで、僕、その打席のについての、連続出塁についての記事を書こうと思って、うん、カメラマンに連絡をして、ちょっとこの1打席目の、森選手の1打席目、ちょっとずっと追っててくださいって頼んだんですよ。で、案の定、彼は、パカーンってツーベースだったんです、いきなり。一塁1点2塁取って、で、おお、やっぱ取った取ったって目しながら、まあ、スコアに目を書いて、まあ、次のバッター、2番バッター見ようと思ったんですよ、ね。そしたら、カメラマンが試合中に僕に連絡してくれて、今取れたよって言ってくれたんですよ。うん、おお、よかったな、今取れたんだ、じゃあ、記事もしっかり書かないかなと思ったら、その、よかったって言った写真、どういう写真だったんですかって見たら、その彼、その写真を見せてくれたのが、森君が、二塁ベース上で韓国のショートと握手してる写真だったんですよ。行った瞬間に握手をしてパンってやって、もうすぐその時間って本当に1秒なかったぐらいの一瞬のだったんですよ。で、なぜ握手したかっていうと、ちょっとなんか日韓の政治の話がちょっとその時期にあったんですよね、うん、あの日韓問題がまたちょっと報道されてる時期があって、でそのタイミングで日本代表が韓国に行ってたので、ちょっとそこにも話題が振られてたんですよ、うん、でもやってる子たちについては全く関係ない話じゃないですか。そうだね。でももう敏感にやっぱり彼らもそういうふうな報道が今起きてるっていうことが分かってたみたいなんですね。で自然と握手をして、もうすごいなって純粋に思って、うん、まあ、すごいなっていう前に、なんでいきなり握手したんだろうっていうのがまず疑問に思ったんです。そう、だから俺は韓国の選手、その出塁記録知ってたのって思ったんですよ、うん、そしたら試合後に彼に聞いたんですよ、うん、ちょっとこういう写真が撮れたんだけど、どういう思いで握手したのって言ったら、正直野球と政治のだって関係ないと思うんですよね、うん、で僕らはそんなつもりでやってないんだよっていうのをちゃんとよろしくね、1回の表だったんでよろしくねっていう意味で握手をした、うん、っていう話をして、僕は関係ない、スポーツにはそういうことは関係ないんだよっていうのを気持ちで野球をやっていたので、その気持ちを表したかったっていうのも思いもあるみたいなことをしっかり言っていて、すごいなこの子って、うん、もう考え方がすごいしっかりしてるなって、野球がなぜできてるか、野球は平和のもと置かれてる状況もしっかり分かっていて、平和のもとで野球をやれてるんだっていう考えがもう高校3年生なのにできてるんだなって思って、うん、もう改めてすごいなって思って、まあ、その後にもたまたまあのお父さんと話す機会があったので、お父さんに、いやこんなことあって、こんなコメントを息子さんされてましたよって言って言ったら、うちの子は静岡ので育ったんだけど、みんなに愛されてというか支えられてここまで役をやってきたっていう背景があったら、うん、多分あの周りへの感謝がすごい強い子なんだと思いますって言った時に、あ、この子はずっと感謝の気持ちを忘れずにずっと野球をやっていくんだろうなって思った時に、この森敬斗という選手の人間のなんかその凄さというか深さを18歳ながら感じたので、これからもっといくんじゃないかなっていう期待も込めて、ちょっと深い話になっちゃいました、すいません。まあすごいね、すごいというか、はい、すごいというよりもなんか状況を読める判断と、うん、まあ、感謝の気持ちっていうか、そうやって支えられる感謝のもとでプレーできるっていうことは、うん、おそらく森君はこれからさらにファンの後押しがあって、でファンの後押しの声援でさらなる活躍を期待される選手になるよね、はい、心に徳を積める人です。あ、心に徳っていう言葉、はい、最近言葉いいの降りてくるんだよな、ね、いっぱい本も書かれてますもんね。そうなんだね、はい、うん、はい、今回はねセ・リーグ、はい、注目選手、はい、3人ということで、3位が寺島投手、はい、2位が森下投手、1位が森選手と、はい、いうことでできましたけども、なんかそのね、歴史を感じさせるというか、なんかなるべくしてなった3人っていうのもあるし、非常にこう、アマチュアっていうかね、そういうところが知ってる情報っていうのは僕らは知り得ないんで、
すみません、ジャイアンツじゃなくて。いや、たまにジャイアンツも出してもいいんだよ。いるでしょ、ジャイアンツ。ね、あの時、ジャイアンツいる今。あの時、番外編で。いますよ、いますよ。あの時選ばれた中で、あの U18 の激闘は忘れもしないんですけど、あの時に巨人に入った選手は一人もいません。ジャイアンツは侍ジャパンじゃないところからも取るということですね。そうです。でもこの年に取ったジャイアンツの高卒ルーキーは思い出しましたよ。大江流星投手です。あ、大江ね。はい、大江君と高田芳生君、はい、があの時高校生から指名されているので、彼らも2人もすごかったです。いや、すごかったですね。二松学舎と。お岡山の創志学園、創志学園ね、はい、この2人もやっぱこの代ではやっぱ抜けてました。うん、はい、なんかね、ちょっとね、話は尽きないんですけども、長崎さんが見た侍ジャパンの注目選手3選手ということで、セ・リーグ、はい、セ・リーグですね、はい、はい、皆さん今年はね、さらにその選手たちも注目して見ていただけるというふうに思います。長崎さん、遅くまでありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今回の動画もご覧いただきありがとうございました。コメント欄にやってほしいこと、話してほしいことなど、ぜひ送っていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。今後もよろしくお願いします。鈴木貴彦でした。